郷田天皇は日本の第九十一代天皇、忌名ナはヨヒ大覚寺等の天皇、中世日本最高の検定の一人で対立する自明院等の花園天皇からも松代の英子と称えられた。第一次院世紀に訴訟制度改革に取り組み大きな業績を残した。しかし晩年は新言宗の修行への傾倒が過剰で、 政治をおろそかにしたとも言われ、花園は万節を汚したと批判する。一方、あえて政治の場を離れたのは、この五醍醐に申請をさせて、天皇としての威信と経験を積ませ、大覚寺党体制を万弱にするための意図的な判断だったとする説もある。本郷和とは、五醍醐天皇の倒幕の企てを止めさせるために、陰性を止めたとしている。いずれにせよ、 賛否両論の晩年を入れても総合評価として、英史氏という表は不動であり、その政治改革は、後代醐の兼務政権を通して、室町幕府の政策にも影響を与えている。高額の天皇だった。書道では新官様の名手としても知られ、五田天皇新官御主因遺言など数点の諸作品が国宝に指定されている。また、和歌にも優れ。 二条派の有力家順の一人であった。第一次陰世紀の直線和歌集は、新五線和歌集騒乱。戦者は二条ためよ。第二次陰世紀は、俗戦在和歌集騒乱。戦者は同じく二条ためよ。五田天皇新官五朱印優位号の関東部分、文英四年、亀山天皇の大二寺子として誕生する。母は、左大臣党員実王の娘、皇后吉子。祖父。 ごさが上皇の意志により、文英五年生後八ヶ月で立退し、文英十一年一月に亀山天皇から上位を受けて八歳で戦争。亀山上皇による陰性が行われた。治世中には、元、高麗軍による文英、公安の両役、いわゆる原稿が発生した。賢治元年、亀山上皇の決闘に天皇が続くことを不満に思ったご格草上皇が、 幕府に働きかけ、幕府の圧戦により、ご不格差上皇の御子で2歳年上の広氏、人志親王を皇太子とする。公安9年に第一王子の国春が、親王宣言を受けるが、公安10年、21歳で、皇太子、広志人志親王に上位した。以後、自明院党と大覚寺党による行為の争奪に対し、朝廷策として出された幕府の両党哲立案に、 基づく口頭の分裂が続く。第一巫子である五二条天皇の治性昭安三年から徳次三年まで陰性を敷いた。徳次二年、長飛の遊戯門院が亡くなったことが契機となり、任の寺で落職を行い、混合性と称した。その時、大覚寺を御所とすると同時に入寺、大覚寺門跡となった。翌徳寺三年には五二条天皇が崩御したため、 天皇の父としても実権と地位を失い、五代醐天皇即位までの間、政務から離れる。この頃から、神言密教に関心を深め、昭和2年、かねてからの希望であった高野山三景を行った。三景の途中、山中にて激しい雷雨に遭い、気を失うほど疲労してしまい、ともをしている者が、豪打田法王に腰に乗られるように進めたが、 高野山に到着するまで腰に乗らなかったという。新言密教に関する著作として、不法大使伝、五田天皇新官御朱印遺意などがある。大覚寺で陰性を取った時に、法院、法源、北京などの称号、以下を設け、この称号の授与に関する権限を大覚寺に与える英泉寺を出した。また、仁和寺のご質問席が、保守省方針の没後、 完成方針脳が公認に決まるまで別当を代行していた善助に迫って門石だけが知り得る秘義、密用証の内容の伝授を受けようとして発証に阻止されている。これは五代によるオムロ門石の事実上の乗っ取り策であったと見られているが、これが失敗に終わったために自らをっとする大覚寺法流と呼ばれる新たな門石の素地となる法流を作り出した。 また、大覚寺と並んで当寺に対しても、積極的な庇護を与え、徳寺三年には、五二条天皇からの勅命の形で当寺及び、広沢流と縁が深い歴史に、本学大師の死亡を授与したことに、縁略寺が反発、新言宗と天台宗の争いに発展するだけでなく、寺明院頭や鎌倉幕府まで巻き込むなど、政治問題化した。北畠近房は、 人脳政党期の中で、五代醐天皇の美典として、七員の信仰を受け継ぎながらも新言宗だけではなく、他の宗派への配慮も欠かさなかったことを挙げて、五代の新言宗を極端に重視した宗教政策を間接的に批判している。自明院党の花園天皇を挟んで、第二王子の御子と地神王が文法二年に即位すると、再び陰性を開始。現行元年、 陰性を停止し、隠居。以後、五醍醐の申請が始まる。五醍醐に政務を異常した理由は、増鏡秋の宮山によれば、仏道の修行に先進したいからだったという。日本史研究者の川内昌介は、仏道に専念したいというのは、本人が真意を隠すために公言したことに過ぎず、実際は、五醍醐に実績と権威を積ませることで、 静着の国吉派と順直系の五代五派の二等体制で、天皇位、皇太子位を独占させて、寿命院等の親王の立太子を防ぎ、両党鉄律での完全勝利を背後から策謀したのではないか、という。一方、中井優子は、増鏡の仏道千年説が、やはり正しいであろうとし、五二条の第二も、 政務を譲ろうとした形跡があること7月26日上、すでに以前から古代語に所領管理を任せていたこともあることなどを挙げ、後継者育成が一段落したところで政務を離れて隠居したかったのではないかという、現行4年6月25日、大学事御書にて放御。放3 58、同年9月に生中元年事件が発生した。 ゴ田上皇の人物表としては、性敵である、自明院党の天皇で、学問皇帝として名高い花園上皇の、花園天皇新規元皇4年6月25日上が、著名である。花園による表伝では、ゴ田は、天聖創秉、博覧慶子、匠しく、また前例書と、聡明な帝王であり、学問、和歌、書道にも長けていたと評される。花園によれば、 ゴ田は、五二条天皇の上に、自転の君として立っていた、権限、加減年間の間は厳粛な先生を行っていたという。しかし、長飛の遊戯門院の法御後は仏教にのめり込み、第二次院世紀は、賄賂政治になってしまった、と花園は、ゴ田の晩年の政治を批判する。とはいえ、総評としては、晩節家ども、不治む、末代の英主なり、 不可不愛責いつまり晩節を汚したとはいえ、松代の英主であることには違いない。その宝魚が本当に名残惜しいと自身の性的でありながら小宇田を惜しみなく称えている。この表伝からは評価された側の小宇田の才覚だけではなく、評価する側の花園の勘にして世を得た出力と冷静で客観的な性格も読み取ることができる。 日本史研究者の森修恵暁は疑いなく鎌倉時代の権威役を果たした人物の一人で歴代天皇上皇の中でも稀に見る辣腕の政治家と評している第一次院性期には最強を迅速にするため院への取り継ぎを務める転送を訴訟処理の中核として用いるなど訴訟制度の効率化を進めたまたこの五代五天皇は ケビー市長を土地裁判、納税徴収など京都の統治に活用したが、中井優子によれば、これも五田の陰性期にすでにその講師は見られるという。市沢明によれば、こうした五田前後の所定の訴訟制度改革の取り組みと連動して、時点の君が果たす役割が大きくなったため、後代後の王権強化の改革も、また時代の流れに沿ったものであり。 五田太良の朝廷政治の延長と捉えられるという。20世紀最末期からの研究の流れでは、五醍醐は、県務政権で、五田太良朝廷の改革とか倉幕府の改革を発展的に統合させ、後進の室町幕府も、県務政権の政策を基盤としているという。五田天皇領領は、宮内庁により、京都府京都州京区北た。 佐賀浅原山町にある蓮華坊寺寮に自乗されている。宮内庁上の形式は、法慶堂、石像五輪塔大覚寺殿にて奉御し、その3日後に蓮華峰寺の傍ら山に葬られたという。また皇居では、皇霊殿において、他の歴代天皇、皇族と共に、天皇の霊が祀られている。衣装によって、歌天皇の追悼に、 後の字を冠した五鯨院の追号が送られた。うった天皇も、また、新言州に傾倒し、アジャリの資格を得た天皇だった。なお、日本史研究者の川内昌介によれば、この五鯨五天皇が、自身の追号を五鯨五としたのは、五鯨の後継者であることを自認していたからではないかという。うた天皇が、この鯨五天皇のために書き残した威嚇の、官票語遺会は、 この当時広く知られており、官票御異憾の名声を通じて、自身が御宇田の後継者であることを示したかったからではないか、という。佐賀天皇の離宮であった大覚寺を再興しそこで陰性を取ったため、大覚寺殿と称され、後には亀山、宇田の高等を指す語にもなった。他に五所として使用された、曲げの孔子殿や時わい殿に基づく衣装もある。また、 落職したため、僧侶としての方意味な、混合性がある。ありがとうございます。